マーク99ミサイル射撃式装置は、アメリカ海軍のミサイル射撃式装置である。マーク 99GMFCS は、イージスシステムを構成するシステムの一つで、RIM-66SM-2MR もしくは RIM-156SM-2ER ブロック4、RIM-174SM-6、 RIM-162SM の終末誘導に用いられる。E ージスシステムで運用される艦対空ミサイルはすべて中間指令誘導を受けるためのデータリンクと艦性広法装置を搭載しているほか E ージスシステムの主要対空センサーであるアン・スパイ1多用トレーダーは標的追尾能力を有している。このためマーク。 99GMFCS とそれに連接された、アン、SPG-62 レーダーは独自の標的追尾能力を持たず、ミサイルが標的に着弾する直前の数秒間の未標的に向けて、機を行う、終末誘導用イルミネーターとしての機能に特化されている。アメリカ海軍海上自衛隊、大韓民国海軍スペイン海軍ノルウェー海軍、オーストラリア海軍、 ありがとうございます。